前走水沢のレースの後一旦道営に戻ってたんですけれども、馬体回復に努めて、それでその後9月の9日に入厩するしました。手探りの部分はあったんですけれども、まあ、1週前追い切り、本追い切りとあの小林の西君に乗ってもらったんですけれども、1週前の時でもまあ時計も十分な時計出てましたし、息遣いも良かったんですけれども、まあ、1本行ったことによって本追い切りの時はあのさらに気も入ったいい動きだったと西君も言ってくれましたし、あの状態に関しては現時点ではいい状態で迎えるのかなと思ってます。このクラスの馬なんで時計的には ある意味出て当然なのかなとは思うんですけれども、本当に心肺機能が高いっていうのか、あの上がってきても息がそれほど乱れることもないですし、あの息の入りも良かったんで、あやっぱりさすがだなっていうふうに思いましたけども、今回あの道営の方から転厩してきて、あのまだ手探りの状態ではあるんですけれども、いい状態で、レースに臨めると思ってます。グランダムシリーズちょっと逆転の可能性もまだあるので、一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。2歳の時に G1 も勝ってますし、能力がある馬だっていうのは分かってたんですけど、ずっと勝たすことができなくて、まあ、こちらとしてももどかしかったんですけど、まずは勝ってくれてすごい嬉しかったなっていう気持ちです。あのレースが終わってから、目標をレディースクラシックにしたんで、まあ、それに合わせて一旦放牧で この大井から指導という形を選びました。今回のこの放牧から帰ってきてからは、あの基本的に先行して相手を受けるっていう形の追い切りが続いてたんで、あの今日はパターンを変えて、まあ、後ろからあの目標を 見つけながら、まあ、ファイトして抜いていくっていうあの追い切りにしました。合わせた相手もすごいあの走る馬なんですけど、まあ、それを、まあ、気にしないぐらいすごい反応も良くて、まあ、いいあのまだ 100% ではないんですけど、あの十分戦える状態になったかなっていう感じですね。正直なところ、その 本番 その京都の1008だったらこなせるかなっていう思いはあるんですけど、あの大井の1008はかなりタフなんで、まあ、ここでどこまで競馬してくれるかなっていうのは、まあ、半信半疑なんですけど、まあ、彼女の能力を信じて、まあ、ここで頑張ってもらいたいなっていう気持ちですね。